皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年11月の13日、12時15分、サタデーステーションの、板倉智樹アナウンサーと、昨日の、報道ステーションでしたっけ？サンデース、報道ステーションでしたね。報道ステーションの、渡辺アナウンサー。まず、板倉アナウンサーなんですけども、気持ちが離れているようですって何かおっしゃってたみたいなんですけども、何のことかよくわからないです。まあ僕が YouTube にアップロードしてる内容をしっかり聞いてみていただいたら、まあ、よくわかると思うんですけども、その、もしかしたら別の人間と会話してるのかもしれない。で、その気持ちが離れていたようですに関しても、以前から同じパターンで言ってるので、まあそれが何を意味するのかっていうところがよくわからない。そもそもパレスチナとイスラエルのことなのか、昔仲直りの映像があったはずなのに、僕二十歳ぐらいの頃。アッパス議長ってもう今年87歳か88歳ですよ、本当に。そんな昔のニュースを放送して。で、翌日の、まあ、渡辺アナウンサーなんですけど、抜け出せませんって言って、髪の毛。パーマというか、このルールがわからない。混乱してるもん、パーマ当てるもん。じゃあエネルギーの残存量問題で、そのいち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 、そのまあ確かに手でね、こうなんかこう円筒状のものをこう髪の毛にこう巻い、髪の毛に巻いてね、そのアイロンとかを使わなくても、電気を使わなくても確かにそういうようなウェーブとかは髪の毛にかけれると思うんですけど、ちょっと前までは髪の毛いじってなかったでしょ、そういうふうにウェーブ抜け出せましただから僕のその睡眠時間のことなのか何なのかよくわからないんですよ、本当に。それか自分も偉いみたいな、大越さんのこと、大越さんも顔を見る限り睡眠不足なんじゃないかなっていうのはあるんで、だからちょっとこれね、日本の政府通して、だからまずスポーツの規模縮小と、だからスポーツ振興法とかいらないっていう話と、あと、オリンピックいらない。で、物事一回いろんな部分でね、さらにそこから、まずそこまで進めたら、さらにそこから、細かい部分、調整していきますんで、まあ、これは絶対守ってもらわなきゃならないんですけども、とりあえず僕たちが普通に寝ている、例えば23時以降から翌朝の9時までの支援の時間帯、とにかく、もう日本人参加しちゃダメっていうことにしといてもらわなかったら無理だから、夜中起こされたりしたら、だから、そういうところも含めてね、エネルギーの残存量問題でそこ、ちゃんとリンクしてくるんですよ。まあ、接続というか、その、噛み合ってくるというかね。まあ、試合数を減らしてもらわなかったらっていう、もう、スポーツ業界全体でね。で、チーム編成も、例えば J リーグも、12球団にリーグ制にしなかったら、ファンの方が持ちこたえられませんのでね、経営面でも。で、関係者が、まあ、下の方の球団とかね、関係者の人間が結局、球場に行かされるっていう。お金払って洪水費とか含めて、だからそういう部分を含めてね、みんなでちゃんと対処して、あと野球にしてもサッカーにしても複数本拠地制度にしなかったら、2003年以降個人情報保護法関係が出来上がってから極端な少子化がこういうふうに進んでますんでね、お客様の数は限られてると。で、すごいスピードが減ってると。だからそこに対してどう対応していくか、みんなのポケットの中身は決まってると。だから複数本拠地制度で巡業するっていうのは、これは一番無難で、それによって、まあ放送エリアとか広がるっていう部分とかもあるんでね、まあいろんな意味で、まあ対応していけば、
エネルギーの効率化っていうもんと、あと、まあ、球団経営っていうところですね。だからその辺のところも含めて、そこも噛み合ってくるんで、あの無駄に行ったり来たりを、西から東へ、東から西へ、どんだけ飛び回って南からね、ね、普通に考えたら、ね、沖縄から試合オープン戦とか始めといて、まあ、あと、鹿児島と、あと、高知、高知も正直、もう2月が寒い、本当に。無理、もともと野球をするような時期じゃない。見に行こうも、外出たら寒いから、見に行きたくない。多分、もう沖縄でもずぼずぼしといたらいいと思う。適当にオープン戦。で、まあ、開幕戦もね、沖縄とか、まあ、鹿児島とか、まあ、高知、あと、まあ、宮崎、その隣が大分だったかな、熊本だったかな、ちょっと待ってください。熊本ですね。大分、佐賀、長崎、福岡まで行くとちょっと来たかなと。そこまで行ったら、その四国の愛媛とか香川県とかと変わらないでしょう、あんまり。だから、4月下旬ぐらいから、まあ、下中旬ぐらいから、あの福岡とか愛媛とか、まあ、その辺りのね、まあ、佐賀県とかそういう風なところから、上の方、北の方でね、徐々に北上していくと。ある程度日本海側をこう巡業するコースと、まあ、元々は甲子園とかがあるから、オリックスとかに関してはだから真ん中に山間部があるから、こう南コースと北コースみたいな形でね、ある程度分けて、で、うん、その試合をある程度しなかったら、これはもうお客様の入り方っていうのは、その期間限定みたいな部分があるからね、お客様はある程度来てくれると、まあ、こういうふうな形でファンを、しっかり獲得しながら、もちろん電車、バス、徒歩で来てくださいと。車ではダメですよっていう放送をしながら、エネルギーの残存の問題に対処していくと。選手、監督、コーチも結構な人数じゃないですか。そういう人、その大人数でこう行ったり来たりされるんかね。普通に年間のその百何十試合っていう試合を換算したら、まあ、それは3連戦で同じ場所に3日間大体滞在しますよ、滞在しますけども、それすりゃだいぶ燃料の消費を抑えれるから、そういうところでもご協力していただきながらね、日本全国で、ファンを増やす、でついでに、まあ、体ウエイトトレーニングとかする暇あるんだったら、ついでにその最寄りのところね、河川の土砂のかき出しとか手伝ってあげるとかね、まあ、そうすることによって、まあ、ファンが球場に来てくれやすい環境だとか、やっぱりご老体の方とかは、仕事降りられた方ね、毎日テレビばっかり見てたら目悪になるでしょう。だからやっぱり球場にちょっとスポーツの試合見に行こうかっていうのがあって、それである程度ちょうどいいぐらいだから、そのエネルギーの残存量代プラス、その本当に必要なのかどうかプラス、だからまあ、はっきり言うと、スキージャンプとか、スケボーとか、スノーボードとかも、そのお客さんの配慮のももちろん商業原理で当てはめていかなきゃならないし、で、あと危険だし、大きな怪我も多いと。で、そこまでして普及させるようなものじゃない、するべきものじゃない、大会を開くものじゃないという、昔の歴史の方が良かったと。で、スキージャンプに関しても、あんなことしていて、そうなっちゃう、救助しに行く人なんかいないから、スキージャンプして。もういらないものを本当削っていかなかったら、これだけ少子化が進んでね、で経済原理とか実際あるから、いろんな消費とか抑えていってくれたらね、その、まあ、車売るのもね、できるだけ控えてもらってとか、そういうところを全て達成してくれたら消費税の撤廃まで話持っていけるんでね、だからその辺のところを皆さん深くご理解していただきたいなと。
まあ、あの報道関係からこの淡井圭介の喋ってる内容っていうのをしっかりと各スポーツ選手とかに伝えていただいてね、対応していただけたらなと思います。いろんなこと含めてですよ。もう今結構ないろいろ言いましたけども、まあ、何回も聞いてたら頭の中しっかりと残るようになると思いますんでね。で、経済界と連携を図って、議会と連携を図って、まあ、スポーツ振興法いらないと。で、まあ、その辺のところからね、本人らの自主性ですからね。これだけテレビであのスポーツ番組が普及して、で、スポーツしたいかしたくないかのところで、どうしても学生もさも暇だっていうのがあるから、部活でも入っとこうかと、まあそういうふうなところからでいいと思いますよ、始まりは。で、まあそういうところからね、物事を進めていったら。で、オリンピックはとにもかくにもお金の使い方が荒すぎるのと、あと球場に関しても大きなスタジアムを作ろうとしてしまうでしょう。だからもう今あるスタジアムを使い倒したらもう終わりぐらいの感覚でもう考えておいてください。各、サッカー界にしてもですよ。ある程度ファン抱えてるサッカー界でしてもそういうものだと。海外のサッカーリーグ見てもらったら観客席すっごい少ないでしょう。だからあれぐらいはもう適正なんですよ、本当に。もう人口が少子化していくのもあるし、で、もっと私から言わせたらね、昔の土手のような形でね、まあ、ちょっと草が生えてたりするんですけども、ビニールシート持ってきて、それ広げて、適当に、試合見ると。まあ、そういうようなぐらいが本当はちょうど良かったんですよ、きっとね。建設費用とかかからないし、エネルギーの残存量問題も、建設するとき簡単だから、あんまり重機とかでガソリン使用しないから。最終的にもスタジアム、今あるものが老朽化したらそれで終わり。で、まあ、ロッテに関してもなんかスタジアムが老朽化云々を唱えてますけども、本当にもうスタジアムを老朽化っていうことで、新しく作り直すんじゃなくて、複数本拠地制度で、スタジアムを借りながらっていう形で、千葉県にも他にもスタジアムあるはずなんですよ、絶対。で、そこ使ってりゃいい話なんでね。二重国籍、三重国籍の話とかもありますから、世界的に人口の統計間違ってるんですよ。三重国籍の人は、例えば日本人の方で三重国籍、アメリカと中国で国籍を取得したという人だったら、中国人としても1、アメリカ人としても1、じゃあ実質1人しかいないのに3人としてカウントされるんですよ。二重国籍の人は1人なのに2人としてカウントされるんですよ。もうこの時点で世界中の人口統計めちゃくちゃなんですよ。だけどもエネルギーの消費は拡大してきてるっていう、ここは問題点なので、もう車なんかはもうほぼほぼ売るものじゃないっていう形で物を持っていかなきゃならない。もう生産するべきではないっていう形でね。でもう生産していいのはもう電気自動車だけですよっていうぐらいにしといておいた方がいい。そしたらもうガソリン車が出回る、中古のガソリン車が出回ってるから、もうみんなそれ我慢して乗っといてよって、そんなに乗りたいんだったらって、みんなの命の方が大事でしょっていうことを、しっかりと報道機関でも、伝えていくと。で、政府もそれに合わせて世界中で、そういう動きを、行っていくと。まあ、こういうことですね。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。その抜け出せないっていうのは一体何なのか、もうわからないよ。あと、板倉アナウンサー。板倉アナウンサーの心がもう離れてるようですって、それ、たまに言いますけども、僕は何か言ったり、まあ、文章化したときね。その心が離れてますの一言は抽象的ですし、そんなもん本人がどう考えてるかわからないから、いろんな子取りだけの要件ね、また、承認格しか隠蔽かみたいな形になるから本当に人間関係ある程度出来上がって、関係者なんだからみんな LINE とかでね、ある程度意思疎通を図れるようにしなかったら本当ダメだと思いますよ。みんなバラバラでずっと動くから、だからそれが今までの結果だったわけじゃないですか。エネルギーの残存量もないに対してね、しっかりとした対応っていうのができてこなかったと。だからその議員さんと、例えばマスコミの人たちとかね、LINE でお互い意見交換、例えばエネルギーの残存量問題でね、だからそういうようなところとかも本当に腹割った話でいろいろ会話しなかったら物事前に進まないから、まあもちろん僕軸でね、
まあまあ、その辺のところ、各報道機関の人たちも、この YouTube でアップロードしてる内容を見ていただいてね、しっかりと、そういうところを対応していこうっていう気持ちにならなかったら、何でもみんなめんどくさいめんどくさいで、話済ましていたら、もう、誰も世の中動かす人なんかいませんよ。国会議員の人たちですら動かせてこれなかったんですから。そんなに大きくね。だからその辺のところをみんな、しっかりと、理解して、対応していただけたらなと思います、皆さんチャンネル登録と着信通知の設定と、着信通知の設定がわからなかったら、まあ、身の回りの方に聞いていただいたりだとか、販売店の方の方に聞いていただいたりだとか、してください。あと説明欄の方を見ていただいて、とにかくね、撮影しに行くのも交通費、実費で払ってるんでね、生活保護者なんで、とにかくお金がないと。例えばね、この間、桃引きって言ったらいいんですかね、下着のね、パッチというか、なぜパッチって言い始めたのか分かんないですけども、ああいうものを冬に備えて買ったんですよ。で、それはね、一つ1780円、税込み価格だったような気はするんですけども、やっぱり高いんですよ。で、生活保護者のその支給されてる金額見てもらったら分かると思いますけども、それ二つ買っただけでどんな値段になるか分かるでしょ。で、靴だって僕歩き回って撮影してるから、靴の裏がすぐなくなるから、普通も、買い物もね、片道歩いて15分か20分ぐらいですよ。だけども、そこそこの距離歩いてるから、毎日。平均化してね。で、撮影も30キロぐらい歩いたりしますから、大体。靴も買わなきゃならないし、もう、それで交通費。誰か、ね、僕のそのホームページ、YouTube 一覧表の下の方見てもらったら、何か物を売ったらっていうことで、一応、僕にちょっとしたお金入ってくるんだから、例えば、もう車、えっかって思ってね、売るとき、まあ僕のそのサイトのところ通して売ってもらったりしたら、ちょっとだけお金が入ってくると、一応生活保護者でも、一月、15,000円の収入は手元に残るようになってるんです。そこから先はちょっと計算式があって、割合が減っていったりするんですけども、例えば2万円ぐらいの稼ぎがあっても、1600円、じゃあ1万6000円ぐらいだとか手元に残るのが、だからある程度は、国の方にお金持っていかれると、まあそういうような形になっています。ですので、そういう部分でね、幅広く協力を呼びかけて、まあ他にも売るだけじゃなくてね、例えば、おせち料理だとか、まあ、なんか、地域のね、特産物だとか、まあ、カニ料理に関しては、あんまりスーパーマーケットで買うのをこだわらなくていいと思います。スーパーマーケットで、もう傷んでるか、カニとか、早く傷みやすいんですよ、カニって。冷凍物であっても。で、冷凍食品は、腐るか腐らないかで言うと、腐ります。で、特にカニなんか貴重な食べ物なんでね、そこはもう産地直送でいいと思いますよ。何のためにカニ漁をして、人が食べようとしてるのか、結局、販売所で腐ってたらもうどうしようもないでしょ。まあ、あと、腐ってなかったとしても、もう購入してね、もう1日ぐらいでダメになったりとか、これももう現実的なところなんでね。だからまあ、その辺のところは皆さんでうまく対応していただけたらなと思います。まあ、要するに、カニ買うんだったら僕のサイトから買ってっていうことをみんなに広げといてって、まあ、その物を売るにしてもね、車とか売るにしても。だからまあ、そういうことですね。皆さん、まあ、議員さんたちにも呼びかけて、そうじゃなかったら僕の交通費持たない、本当に。さっきのその桃引きの話とか、靴の交付費もある程度もう家に靴2足しかないから。でも一足はもう靴の裏はもうなくなってるから、ほとんどかかとのあたりとかもう平たくなってるから
みんなご協力してくれなかった僕が撮影進まなかったら撮影先に進めておけば早くいろんなことすぐ対処できるんだから本当にもう皆さんご協力のほど本当によろしくお願いします一番いらないものは多分貴金属に本当にイヤリングとかネックレスとかもともとある程度高価なものオークラっていうサイトがあるんでねそこのところで販売してもらったら僕の方にもお金ちょっと入ってくるはずなんでね皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。